はい、それから今日あともう少しですね、いけるかな、あと5分ぐらいでいきますか、じゃあ、生命までいきます。で、先ほどの、全微分の考え方っていうのが、それ一変数関数での微分っていうのが接線の考え方に通じたように、今回の二変数関数での全微分っていうのは接平面のアイデアに結びつくっていうのをちょっと説明しておきます。で、その前にまずはその R3 でその平面の方程式とその定め方っていうんですね、多分皆さん多くの人はもうすでに分かってると思うんですけれども、一応復習しておきましょう。R3 の平面っていうのは、この平面上の一点、この ABC ですね、この A と、それから平面の方線ベクトル、こういうベクトルが与えられることで1位に定まります。じゃあ、その決め方、皆さんご存知でしょうか？まあ、多分皆さん1回はやったと思うんですけど、それをちょっと見てみましょう。で、方線ベクトルはこういう PQR ってベクトルですね。で、平面上の点を P、ここに平面上の点、この P って置きます。そうすると、この AP っていうベクトルを表しますと、すいません、これちょっと AP の上に矢印載せられなかったんで、ちょっと後の方に載せましたけど、これ本当は AP の上に矢印が載ってると思ってください。で、この AP ベクトルっていうのはこういう形で表せます。で、先ほどこの N っていうのはこの AP と、AP と直行してますので、その内積っていうのを計算するとこれは0になるというわけですね。そうすると、この内積っていうのは、この各 AP のベクトル AP の各成分と、から NPQR の各成分の積の和でしたので、こういう式が成り立つことになります。で、これがその今回求めるべき、平面 H の方程式になるというわけですね。で、先ほどその関数 fxy がその AB で全微分可能の時に、H と K が0に近づくという、こういう式が成り立ちますよってことを今回やりました。で、ここで H と K は0に近づきますので、この高次の無限項の処理、項を省略します。そうしますと、これがですね、fx の AB と、この H っていうのは x マイナス a、それから K っていうのが y マイナス b、そして、ここは fxy っていうのをこれ z で表すと、これ z マイナス f の ab ですね。移行して z マイナス f の bb。これイコール0っていうふうに、いう等式が得られるわけですね。で、これは、実は、先ほどのこの平面の式と見比べますと、これも R3 の平面をこう意味しているわけでして、で、このことから、この fxy がこの ab の近傍で、ほぼ平面のような振る舞いを見せるということが、この式から言えるというわけですね。で、これを fxy の一次近似と言います。で、して、この平面をですね、AB における fxy の接平面というわけです。で、ちなみに、方線ベクトルはどうやって見つけるかっていうと、この2つの、この式ですね、この式っていうのは実は何かと何かの積の、和になっていますから、これなんか見てみると、2個のベクトルの内積っぽいなっていうふうに思えるわけですね。それで、うまくその意味が通るように、これを内積で表しますと、実は、こういうベクトルと、それからこういうベクトルの、内積として見ることができますよと。で、この右側のこの項っていうのは、実は、これ平面上の、こういう点 P を表す、わけですね。そうすると、左側のこちらが、じゃあこれは接平面の方線ベクトルだったなっていうふうに意味付けられるというわけです。はい。ということで、今日はですね、だいたい時間的にここまでいくかなと思いますので、一応今日は全微分とですね、それから今日は偏微分と、それから全微分、それから接平面のところまで学びました。で、一応ちょっと最後のスライドまでいきますと、この次に合成関数の微分が出てきまして、あと合成関数、次回はその合成関数の微分、それから高次変動関数の話をして、それからセクション 4.3 の、テイラーの定理ですね、あと極地の方に進みたいと思います。よろしいでしょうか。
ということで、かなりその1変数の微積分の概念の復習が出てきますので、忘れた人はこの機会にですね、ぜひ復習してもらえればというふうに思います。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。